まあ、テレビ局は楽しいっすよ。まあね、やっぱ外に出たから言えますけど、はい、楽っすよ。テレビ局の方がいいんじゃないですかね。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということで、今回、就活生向けのお話を伺いたいなと思ってまして、高橋さん、前回のインタビューでの触りだけをお聞きしたんですけど、それこそ、我々の視聴者さんでも、テレビ業界行きたいっていう方、結構いるんですよね。うん、テレビ業界、なんかオワコンとか、テレビ業界は衰退している、斜陽産業だみたいな形で、世間でニュースになったりすることとかあると思うんですけど、パラビとか、TVerとかで、コンテンツ力単体で見たら圧倒的にすごいなって思いつつ、高橋さんが、今の時代の就活生の立場になった時に、就職先として見た時に、テレビ業界についてどう思われますか？めちゃくちゃいいと思いますよ。テレビ局入ったことはある人って視聴者の人どれくらいいるか分かんないですけど、はい、まあ、テレビ局は楽しいっすよ。行ったことありますよ。あります。テレ朝と TBS であります。ワクワクしないですか？なんかすごいなって思いますね。テレビ局って本当に楽しいと思ってて、はい、まずミーハーの意味でも楽しいですよね。会社入るじゃないですか、うん、まあ、大体1階とか2階にスタジオがあったらカラフルで華やかで楽しそうなセットが、まあ、あるわけですよね。でそこになんかいっぱい高そうな日常生活で使えたカメラがあって、でキラキラした照明があって、そこで毎日こう文化祭のように何かコンテンツが作られてるんですよね。感覚的に楽しい空間ですよ、まず、うんうん、報道局行くと昨日とか今日起きた重大なみんなが知ってる出来事を一生懸命取材して、うん、今日のニュースに間に合わせようと5秒前ぐらいまで粘ってるんですよね、うん、大人から若い人まで誰もが知ってるようなニュースを追っかけて、それを深掘りして、でそれを毎日こう放送していく。でそれに対して視聴者から大きな反響があるみたいな仕事をしてる人いるわけですよね。わかりやすいところで言うと、うんうん、もっとミーハーなところで言うと3階に行ってみたらさ、アナウンス室みたいなとこあって、普通になんかちょっとイケメンとかめちゃくちゃいるし、可愛い子めちゃくちゃいるし、はい、やや華やかな世界が広がってますよね、はい、まあ、4階とか5階に行くと営業とか、はい、うちだとアニメ局とかがあるとすると僕今子供いますけど、はい、子供ウルトラマンとポケモン大好きですけど、はい、ウルトラマンもポケモンもテレビ局作ってましたからね、はい、まあ、めちゃくちゃ子供に尊敬されますよね。俺今でもパパはポケモン作ってる会社にこの間までいたんだってすげえ尊敬を集めてますから子供に向けてコンテンツもあるし、はい、そういう企画をクライアントに売ってくるような、うん、仕事はやっぱ華やかで楽しそうだし、うん、基本的には楽しいっすよね、うん、例えば新聞社行ったらジャーナリズムっていう意味では、はい、報道局と同じような機能が兼ね備えてますよね、うんうんうん、で片や例えば東宝に行ったら映画会社ですね、はい、まあ、それこそエンタメっていう意味では制作局とかドラマ部と同じような、うん、ただそのエンタメもジャーナリズムも商売も、はい、まあ、アニメも全部なんか包含して、はい、めちゃくちゃ楽しそうに仕事をしてるっていう意味ではまず楽しいっていうテレビ局いいですね。あ、作るノウハウを学ばせてもらえるって意味でも今のところそのテレビ局以上とかなくて、部分的にあるかもしれないですけども、例えば制作会社さんとか映像作りは学べるけど、局ほどいろんなローテーションないかもしれないですね。仮にですけどテレビ局行ったら歌番組もできるし、例えば乃木坂46を美しく撮るような技法も学べるし、例えば旅番組行ったら温泉とかご飯をきれいに撮るご飯も教えてもらえるし、まあ、それこそ移動して報道局行ったら政治家から本音を引き出す技法を学べるし、アニメ局に行ったらチェーンソーマンのオープニング動画をどうやって作ろうかっていう会見ができるし、そういう意味でこんなにこういろんな作り方のノウハウが集約されてるってことはないですよ。だから別にクリエイティブな職業をしようとかって考えるときに、テレビ局以上にいいとこあるかというとないんじゃないですか。広さと深さどっちも取れるっていうことですね。そうですね、広くて深いですね。やっぱそこは圧倒的なんじゃないかな。やっぱデメリットもありますよ。デメリットは衰退産業であることは確かだから、はい、やっぱりマインドは防戦の方に行ってますよね。やっぱどうこう凋落を食い止めるかっていうところが大きな仕事ですけど、はい、ただ新規事業っていう面も出てきてるけど、やっぱり大きなものもそこでこうちょっと衰退してってるから、うん、勢いっていう意味で言うと僕はやっぱ IT とかのがあると思うんだけど、それはやっぱり総合してもテレビ局っていうのは楽しいし、うん、ノウハウ学べるところだと間違いないですね、うん。1番組 YouTube とかだったら、まあ、1人とか、まあ、数人で作る場合とか、まあ、結構主流だと思うんですけど、テレビって1番組200人とか1つの1時間番組を作るとかじゃないですか。全然違うと思うんですけど、どっちも経験された高橋さん的に3年ぐらいのスパンで見た時に割と早めに独立したいとかっていう人に向けてはどっちがなんかいいとかってありますか？テレビとかもいいんじゃないですかね。おそういう意味で言ったら YouTube とかで得られるようなことは、はい、まあ、業務時間外にやっても学べることじゃないですか。
たまにいますよね、ディレクターされながらご自身でもやってるみたいな。それは別に一人でやっても見つけられるから、うん、そうじゃない技術っていうのは教育打った方がいいんじゃないですかね。下積みが長いイメージあるんですけど、人によると思うんですけど、どれぐらいなんですか？3年じゃないですかね、やっぱ。あ、そ、意外と早いんですね。今もうちょっとでも早いのかな、うん、1年でディレクターになる場合もあるかもしれないですけど、はい、でも下積みしてる人としてない人では結構雲泥の差はしますけどね、うん、撮るものに表現技法としての映像作りとか、うん、っていう面においては下積みをした人としてない人では深みに雲泥の差があるのは確かですね、はい、それ見たら分かるんですか？分かりますね。そのワンカットずつに意味があるかとか、うんうん、何も考えてない構図と、はい、何かしらこう伝えようとしてる構図とか、はい、背景の作り込みとか、うん、背景のチョイスとか、はいはい、っていうのは全然違うんですよね、やっぱり。っていう点では下積みが一般的に長いとかもむしろプラスになる場合の方が多いっていうことですね、うん、下積みをなんかだるいと思ってると、はい、そういった終了ですけど、一組から学ぶことがちゃんと分かってれば、うん、長くても差して問題はないっていう。テレビ局のパブリックイメージとして大会系なイメージがあるんですけど、クードとしてはどんな感じなんですか？特に制作とか楽じゃないですかね、やっぱね。やっぱそうですね。これはね、やっぱ外に出たから言えますけど、はい、楽ですよ。こう10年ぐらいはでもっていう意味においてはテレビ局はやっぱり強いんですかね。番組をゼロから立ち上げるときに世界観を作ると、うん、